アルバトロス・ディークシー・アルバトロス、ディークシー・アルバトロス・ディークシーの2号機アルバトロス・ディークシーは1918年2月に初飛行したドイツの短座戦闘機である。エンジンは160馬力のジーメンス・ハルスケシュ3でアルバトロス機として初めてロータリーエンジンを使用した。従来の挑戦の代わりに胴体からの斜め支柱によって支える新しい翼構造を特徴とした。 上月翼の翼服は同一でなく、上翼の方が下翼より広かった。上月翼は、空力的断面を持つ i 型支柱で支えられ、その補強のために、支柱基部と胴体上部、長線の張られた普通の服用機では、ランディングワイヤーのある位置には日本一組の斜め支柱が置かれていた。ロータリーエンジンの使用によって、大直径のプロペラと、 それに対応した高い主客が必要となった。ディークシーは他のアルバトロス戦闘機と同じく7 9 2ト、mm、ル出版ダウ LMG08-15 機12丁で武装していた。2機製作された試作機の1号機は平行翼弦の釣り合い式補助翼と4羽プロペラを、2号機は先細の型持ち式補助翼と2羽プロペラを装備していた。 結局 DXC は生産に移されなかった。諸言性能武装。ありがとうございます。